So let's welcome the director of the film, Mr. Katayama Shinzo, who debuted with Siblings of the Cape and Missing, and also Oe Takamasa, the screenplay writer, who won the Cannes Film Festival's Best Screenplay Award for Drive My Car. えー、それでは監督大江さん、えー、お客様に一言ずつご挨拶いただけますでしょうか。はい、えー、今日はお越しくださいましてありがとうございます。えー、短い間ですけれども、えー、よろしくお願いします。Thank you for coming, everyone. It's a short time, but please enjoy yourselves. 今日はありがとうございます。えっ、ー、と脚本の大江です。えっ、ー、と最後まで楽しんでください。Thank you very much for coming. I am Oe, the screenplay writer. Please enjoy your stay. それではここからお話を伺ってまいりますのでスチールの皆様フラッシュのご使用はここから先はご遠慮くださいませではまず監督にお伺いいたします監督は撮影前にクオリティの高いものにしたい今までにないものを見せたいと作品への意気込みを語っていらっしゃったと伺いました今回上映を迎えましたが 今の率直なお気持ちをお伺いできますでしょうかそうですね、あの本当に、えー、自分も全世界に同時に配信されるということで、えー、すごくハイクオリティーのものにしようということで意気込んで撮影して、えー、つい最近撮影を終えて

では、えー、続いいいて大江さんにお伺いいたします人間の普遍的な矛盾を描く原作を映像でも楽しんでほしいとそういうふうにおっしゃっていたと伺いました。えー、アカカデミーー賞を受賞受されたドライイブマイカーでも

えっとまああの、まあ、原作の、まあ、二宮さんの書かれた原作がもう単純に面白いので、まあ、脚本にやる人間としては、まあ、その面白さを、えーまあ、なんとか、えー、できるだけ多く映像に変換したいなという意図だったので、はい、僕は単純に一ファンとして原作を楽しんだので同じように、えー、っと見た方もそういうふうになっていただけたらいいなと思います。でまだ So, the original work by Mr. Ninomiya uh, was truly enjoyable, and therefore, my task was to simply uh, transcribe that to the screen. So, I hope, um, as a fan of the work, uh, that um, everyone will enjoy the work. And if you haven't read the manga, uh, the original work, please do so. Please read it. ドライブ・マイ・カーにも負けない物語であると期待してよろしいでしょうか、so、can we expect something えっとですね。<laughs> あのーは。ね、まみ、見てない方もいらっしゃると思うので、この機会にドライブ・マイ・カーも見てない方はぜひ見てやってください。<laughs> はい。ありがとうございます。 ではお二人にお伺いいたします本作はディズニープラスを通して全世界に向けて配信されます日本のみならず国境を越えて楽しめる要素が本作には満載されていると思いますけれどもこの作品のどういうポイントが特に世界中の人々にとって魅力的に映ると思われますでしょうか

ちょっと恐ろしいこととかそういうことが行われているとその日本の美しい景色を探すのがすごくあの今回こだわった部分ではあります。Um, I wanted to be particular about finding the right location this time.I wanted to show the beauty of Japan and the Japanese countryside and then terrifying things happen in that environment.So that was very important to m e 大江さんお願いします。 はい、えっとまあ、はい、片山さんがおっしゃる通りだと思うんですけどまあなんか俳優っていうのがなかなかあんまりこう日本人の俳優さんっていうのが意外と露出をされてないような印象はあるんですけども、えっと、スクリーンに映ってる、えー、皆さん俳優さん素晴らしい演技をされているのでものすごくそこは、えっと、全世界の方に今は見てほしいなと思っております。

<noise> 本日この場にいらっしゃる皆様へ、そして世界中の皆様へ受け取っていただきたいメッセージをそれぞれ教えていただきますでしょうか。Uh, this is not just a simple horror film.It delves deep into the terror and the sins and the true nature of human beings.So,、uh, what is the main message you want to get across to the audiences? <noise> えっと、そうですね。えっ、ー、と、僕自身。 えっと原作を読んだ時にも思ったことなんですけどあるこう文明の衝突みたいなことを大きく言えばそういったことを描いているんじゃないかなというふうに思ってそのあのまあもちろん舞台が村あの一つの村で起こったことなんですけれども今まで世界中どこでも起こりうるような 出来事だとは思うのであのその辺を感じてもらえたらなというふうに思います。ありりがとうございます12月28日よりディズニーープラススターで 独占配信となります本作ですが、えー、主演の柳楽優弥さんはレッドカーペットの際に本最高のドラマができたとぜひ見てくださいとおっしゃっていましたこちらにいらっしゃるお客様へそして配信を心待ちになさっているお客皆様へ本作の見どころをそれぞれお聞かせいただけますでしょうか Uh, the series will start to stream uh, from December the 28th on Disney Plus Star. And on the red carpet for the festival, Yagira Yuya, the leading actor, said, uh, We've created the best uh, drama and it's a must see. So could you tell us what we can all expect and what to look out for? <laughs>

<Thank> you. はいおはこの物語が、えーまあ、駐在さんが行方不明になるってところから始まる、まあ、一つの小さな物語だと思うんですけども何、まあ、て言うんだろうな周りの巣じゃないですけども穴に入ってみるとものすごい複雑に広がっていって、まあ、一つの小さな事件のはずがものすごく えっと何百年の歴史そういうふうなものを紐解いていく物語になっているのでまあぜひ一、二話ですけど今日はえっとそれ以降も楽しみに見ていただきたいなぁなんて思っております Thank you. Uh, actually, uh, this story starts、uh, with a missing police officer. Now, this seems like a very small incident, but ありがとうございます、えー。それではこれが本当に最後の質問となります。えー、お一言ずついただきたいと思います。監督は、えー、三崎の兄弟探してご自身で脚本も担当されました。 今回、脚本を担当された大江さんとのお仕事はいかがでしたでしょうかそして、大江さんは監督とのお仕事はいかがでしょうか。かそれいかがだったでしょうかそれぞれ感想をお聞かせいただきたいと思います。So, the director, you have written your own screenplays and directed from them in Brothers,、uh, Siblings of the Cape and in Missing.So,、uh, how was it to work with this screenplay writer, Mr. Oe?And Mr. Oe, how was it to work with the director? そうですね、huh. 本当にあの え原作をうまくまとめていただいて、本当にあの自分もとしてもあまりこう直すところがないような脚本を書いていただけて、すごくえ自分もまあ,ありがとうございます。本当に。<laughs> そんな感じですね。I think he really did a fine job with the、uh, screenplay. He captured all the essences of the original.So there was hardly any place for me to fix.So I want to、uh, show my appreciation. Thank you very much. まあ僕もあの片山さんまあ世に出てるのでは初めてですけど何回かまあお仕事今させていただいててまあまあ大体分かってはいるのですごくとりあえずお渡しすればあとは何とかしてくれるだろうという意思のもとやってるんですけどもやっぱりなんか片山さんならではの何て言うんだろうまあ,ある種の僕の言葉で言うとユーモアのようなものがたくさん散りばめられていてこれはおそらく原作にもないですし僕が書いた本の中にもないような。 まあおかしみというとあれですけど、まあ、人を見ている眼差しみたいな独特なものがきっとあると思うのでその辺も楽しんでいただけたらなと思ってます。 So, um, with Mr. Kotayama, I've actually worked with him a number of times before this. So, uh, as long as I give him the screenplay, I, know, I knew that he would do something with it and he would do a good job with it. Uh, he has a special kind of trademark of humor that he um, infuses into the film, which is not in the original work or my screenplay either. But he has this uh, warm kind of uh, uh, eye that looks at the characters and the story. はい監督大江さんどうもありがとうございましたそれでは最後にフォトセッションのお時間を設けさせていただきます、wow. Thank you very much